ボタンラジオボタングラフィカルユーザーインターフェースのボタンは現実世界における押しボタンと同様に押すことで何かの操作を行うためのコンピュータ画面上の表現である一般には物理的なボタンを模した立体感のある形状が多いが中には単なるアイコン表現がボタンの役割を果たす場合もありこのようなものも機能分類に従い通常ボタンと呼称する コマンドボタンと呼ばれることもある。ボタンはアイコンと同様の機能のグラフィカルな表現である。かなりのバリエーションがあり、すべてに共通する特徴を挙げるのは難しいが、アイコンとの主な違いはなどを基本とする。物理的スイッチと異なり、GUI ボタンの動作はその上で、マウスボタンを押した時ではなく、離した時に判定される。 これは誤ってクリックしたボタンを動作させないよう、マウスカーソルを判定範囲から外してからリリースできるようにするための処置である。ボタンにキーボードフォーカスが設定されている場合は、キーボードのリターンキーやスペースキーなどでクリック動作を代替できる。ボタンにフォーカスが設定されていない場合でもエンターキーによって謳歌されるボタンはデフォルトボタンと呼ばれる。ボタンには機能に応じて、 次のような種類がある。この他、複数のボタンからなるコントロールや、長く押し続けるとメニューを表示するボタンなどがある。なお、ラジオボタンと類似するチェックボックスやウィンドウのメニューは通常ボタンとは呼ばれない。近年では、ボタン上に多くによって変化するラベルやアイコンを配置して状態を表示するものがある。この場合、現在の状態を表しているのか それとも逆にボタンを押すことによってその状態になることを示しているのかは明確な取り決めが存在しないため非常に紛らわしくどちらの意味であるかは個別のアプリケーションソフトウェアまたは OS によって異なるマイクロソフト社は Windows User Experience Guide Line にてコマンドボタンは状態の設定に使うのではなく操作の開始のみに使うことを推奨しているありがとうございます